中国の外交力強めたが、審査甘く借金漬けも。一帯一路、四つの疑問。中国の巨大経済圏構想一帯一路が打ち出されて10年が経ちました。18日には北京で一帯一路国際フォーラムが開かれ、習近平国家主席が成果を誇りました。そもそも一帯一路とはどのような構想なのでしょうか。この10年間を4つの視点で振り返ります。一帯一路はどのような構想でなぜ始まった？かつて中国の絹を中央アジアを通じて欧州に運んだ交易路、シルクロードをなぞり、2013年に現代のシルクロードとして習氏が打ち出した構想だ。一帯は欧州へ向かう陸路、一路は南シナ海、インド洋を通って欧州やアフリカまで続く海のシルクロードを指す。沿線国の道路や鉄道、港湾、通信網といったインフラを整備し、貿易や交通、交流を活発にするとして提唱された。一帯一路に約150カ国、約30の国際組織が参加を表明している。構想が打ち出された背景には、中国国内で大規模な公共工事を行って経済を牽引する戦略が頭打ちとなり、このままではこれまで続いてきた 10% 近い経済成長率の低下が避けられないという状況があった。そこで国内で余っていた資金、セメント、鉄鋼、建設業を海外に投入し、インフラを整備することで投資先の国の経済成長を自国の成長に取り込む戦略に転換を図ろうとした。また中国にとってもインフラの整備を通して海外市場へのアクセスの改善、相手国との外交関係の強化、資源の調達ルートの確保ができる利点もあった。さらに当時、中国は日米などが進めていた環太平洋経済連携協定 TPP を中国包囲網と見て警戒しており、TPP に対抗する狙いもあったとされる。一帯一路の成果は？中国政府が盛んに強調するのは3カ国との貿易の拡大だ。中国政府や国営メディアによると、この10年で中国と3カ国の貿易額は毎年平均 6.4% 伸び、22年の貿易額は前年比 12.5% 増の約2兆8450億ドル、約425兆円だったという。また、3カ国に対する対外直接投資も累計2400億ドル、約36兆円を超えるとされる。一帯一路によってラオスやインドネシアで高速鉄道が開通。欧州でもギリシャの港湾設備が近代化し、欧州最大規模の港になったことなどを成果として訴えている。問題点は、18、19年頃に発展途上国で回収不可能な不良債権が積み上がっていることが問題化した。中国の政府系金融機関が単独で最貧国などにも甘い審査で貸し付けをしたことが原因の一つとされている。スリランカのハンバントタ港の開発をめぐり、同国が借金を返せず、中国企業に17年から99年間に及ぶ港湾の運営権を与えたのが有名な例だ。借金付け外交、債務の罠として批判の的となった。また、投資先の返住もあり、参加しているからといって必ずしも経済的な恩恵があるわけではない。効果が得られないとしてイタリアは脱退の意思も示している。こうした批判や中国経済の低迷もあり、近年は大規模なインフラ投資ではなく、小規模の事案を重視するようになった。援助の規模は縮小傾向にある。日本はどう向き合ってきたのか？安倍晋三首相、当時は、16年一帯一路への対抗ともみられる自由で開かれたインド太平洋戦略を発表した。法の支配や航行の自由、自由貿易などをインド太平洋地域で推進する方針を掲げた。
トランプ政権も日本の方針に賛同した。一方で18年、一帯一路への明確な参加は表明していないが、第三国でのビジネス協力を推進することを目的に、金融やインフラ、エネルギーなどの分野で日中の政府機関や企業が52本の協力覚書を結んだ。こうした日中協力を印象付ける局面もあったが、その後は一帯一路ももっぱら安全保障の観点から捉え、距離を置いている。中国投資で港高速道路できたが、一帯一路10年の光と影。中国の習近平国家主席が掲げる巨大経済圏構想一帯一路。提唱から今年で10年を迎えますが、それを記念する国際フォーラムが17日開幕しました。各国の首脳が続々と北京入りしました。注目はウクライナへの全面侵攻後、初めて訪中したロシアのプーチン大統領です。18日に習国家主席との会談が予定されています。一帯一路に警戒感を示す国々への非難をにじませながら、この構想を絶賛しました。ロシア、プーチン大統領、15日。私たちは中国に他国を踏みつぶす企みがあるとは思わない。一帯一路の概念における最たるメリットは、誰にも何も強要しないことだ。その一帯一路、中国が大きな成果と位置づけているのが、ラオスへつながる高速鉄道です。昆明からビエンチャンまでの約1000キロを9時間半で結びます。総工費1兆円の7割を中国が拠出。残りも大半が中国から融資です。ラオスの首都ビエンチャン。街中で漢字が目に入ります。中華料理店では中国の人民元が使えます。街では中国の投資による開発も進み、経済成長率は今年 4% に上ると見込まれています。中国とラオスの太いパイプとなる高速鉄道。ラオスは内陸国で海はありません。中国が目指すのはラオスの先の海です。中国には3つのルートで東南アジアと結ぶ鉄道構想があります。しかし開通済みなのはラオスまでのみ。東と西の路線が遅々として進まない中、カンボジアを通って海に出るルートの建設が持ち上がっています。カンボジアではすでに中国の投資が熱を帯びています。中国の大手建設会社が工事を進める巨大な多目的港。約600ヘクタールの広大な敷地に物流拠点や製油所などが作られる計画です。道路を含めインフラがまだ整っていないところも多いカンボジア。去年開通した初の高速道路は以前5、6時間かかっていた首都プノンペンと港湾都市シアヌークビルの間を2時間余りに縮めました。巨額投資の先に中国は何を求めているのでしょうか。シェムリアップ近郊にあるカンボジアの海軍基地。中国が拡張工事を支援していて、南シナ海に近いこの基地が中国の軍事拠点となる可能性が指摘されています。一方で巨額投資は地元にとって良いことばかりではありません。中国の投資で開発したものの建設がストップした建物、中国に対する債務は膨らむ一方です。トゥクトゥク運転手。中国人が入ってくる前は商売がしやすかった。物価も安かった。今は貨幣の価値が下がり、物価が高くなって商売も良くなく、経済が悪化している。漁師。最初はこの港湾開発は良かったと思っていましたが、海や魚や土が汚れて、前は魚がよく取れたのが今はあまり取れなくなりました。一帯一路の提唱から10年。中国経済自体に陰りが見え、G7 で唯一参加していたイタリアが離脱を検討するなど、巨大経済圏構想は曲がり角を迎えています。
東京大学川島誠教授。中国経済が大きく悪化しているので、国内の経済が優先になってくる。国内において大きな不満があるので、これでお金をばらまくにしても国内から当然強い不満があって。国内で失業率が上がっているのになんでこんなことするんだって話になる。大きなチャレンジになってしまう。そんな中やってきたのがウクライナに侵攻した国の大統領です。東京大学川島誠教授。中国が一番嫌がるのはプーチン政権が瓦解し大混乱しちゃうとかが怖い。またプーチン政権が倒れてロシアの中の政治がガラッと変わって NATO ととても仲良しなロシアになってしまう。この方が中国にとっては災難なわけですね。今回のフォーラムは途上国の仲間をどうするかというよりも、やはりアメリカというものを睨みながらロシアとの結束を表現するということになるのかもしれない。いわゆる債務の罠に各国も気づき始めました。本当に一帯一路に参加していいのかと。でも中国は14億人の人民を国内だけで潤すだけの市場を持ち合わせていません。国外に出ざるを得ないのです。今後も各国をなだめすかしながら一帯一路を進めざるを得ないでしょう。さて、どうなるか見てみましょう。